먹자. Happy birthday to you. おめでとう。 おー、 まさか モカちゃんの誕生日が おかちゃんは感謝してるよ。なんか嘘っぽい。ふざけてるとプレゼントあげないよ。そうだな、ケーキも私たちで食べちゃうか。 ここに来たのも何かの縁だと思うから。ちさとちゃんの夢、ちさとちゃんの夢、私は応援するよ。 共通点がありますよね。私とあやちゃんもファーストフード店でバイトをしてるんだ。つぐみちゃんはお家のカフェを手伝ってるよね。あ、そっか。いつもイブちゃんから聞いてるよ。すっごく頑張り屋さんなんだって。そんな私なんて全然。おお、ってことはここにいる全員アルバイトしてるって共通点があるんだ。 共通点からどうやって曲を作っていけばいいんだろう。
全員接客業なんだし、スマイルのコツとか。確かに大事だけど、曲にするのは難しいかも。あ、ん？つぐみちゃん、どうしたの？その顔は、ひらめいちゃった顔ですな。いいじゃん、いいじゃん。教えて、つぐ先生。ひらめいたってほどじゃないんだけど、あの、応援ソングはどうかなって思って。私、家の手伝いが終わってちょっと疲れちゃったなって時は音楽を聴くんです。元気が出る曲とか、逆にゆったりした落ち着く曲とか。聴く曲は日によって違うんですけど、そうするとよーし、明日も頑張るぞって気持ちになれるんです。ほほう、なんかわかるな。聴きながら寝ちゃったりとか。私もよくイヤホンしたまま寝ちゃったりします。みんなもきっと同じような経験あるんじゃないかなって。つまりその、私たちと同じようにバイトを頑張る人たちを音楽で励ませたらって思ったんですけど。いいよ、それすっごくいい。うん、私もすごくいい案だと思うな。普段バイトを頑張ってる私たちだからこそ歌える歌があるかもってことだよね。このメンバーで作る曲にぴったりのテーマじゃん。そうそう、モカちゃんもそう言おうと思ってたんですよ。いやー、つぐに先越されちゃったな。はいはい、モカはすぐ調子に乗るんだから。これでテーマは決まったね。題して高校生バイト応援ソング。よーし、みんなで目いっぱい頑張ってこう。ちっちっち、あやさん、そういう時はつぐってこうですよ。そうそう。ん？そうなんだ。うん、わかった。それじゃあみんなつぐってこう。おー、つぐってこう。つぐってこう。それは掛け声っていうか、自分で言うのは恥ずかしいよ。
Happy birthday to you! おめでとう！もちろんリンリンの誕生日祝いだよ。リンコへの誕生日プレゼントなのだけれど、これでよかったのかしら。これって NFO 設定資料集完全版、しかも限定装備のコード付属版。本当にいただいていいんですか。こんなに嬉しそうな白金さんは初めて見るかもしれないわね。やっぱりアコに何あげたら喜ぶか聞いてよかったね。ふっふっふ、リンリンのことならアコにお任せだよ。嬉しいな。皆さん本当にありがとうございます。マヤちゃん誕生日おめ、ですね、自分のためにありがとうございます。バースデーケーキの他にもお見せしたいものがあるんです。え、何ですか。じゃーん、これを見てみて。ファンサイトですか。あ、これって驚いたかしら。みんなマヤちゃんの誕生日を祝ってくれているわ。こんなにたくさんの人が。皆さん、今日はいつも以上に素敵な誕生日になりそうです。いや、私って昔から友達思いだったんだな。しみじみ。ふっふっふ、二人とも喧嘩したらサンタさん来ないよ。うん、メリークリスマス。
くらえ！くらえ！そこだ！そこだ！くらえ！くらえ！
Try that.